3時のドリル。時刻は3時を回りました。さあ、ここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。 SBS ラジオ午後ぼらけ、パーソナリティ山田モンドです。さて、ここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間、3時のドリルのコーナーです。毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう。火曜日の先生はこの方です。静岡新聞論説委員長、橋本和之さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本さん、今日メッセージテーマが辞めた理由なんですけども、何か辞めたこと、はい、ちょっと先ほど言われて、何かなって考えたんですけど、はいはい、6年ぐらい前に東京に勤務してた時がありまして、まあ、2年ぐらいいたんですけど、よく行ってた蕎麦屋さんがあったんですよ。お蕎麦屋さん、はい、で、まあ、昼行くことが多かったんですけど、まあ、仕事が遅くなったりして夜行くこともあって、でたまたますごく遅くにちょっとお腹が空いて行ったことがあったんですけど、はい、まあ、いつも2人ぐらい店員さんいたんですけど、その時はまあ、もう遅いっていうことで、ちょっと外国 の、はいはい、女性の方だったんですよ、まあ、もう顔見知りっていうか時々言ってたんで顔はしてたんですけど、でおそば頼んだ、行った時に、はい、お掃除してたんですよ、うん、もう多分閉店の準備ぐらいですか。そうですね、うん、ホース持って、はいはい、なんかこうブラシみたいなの持って、でもう僕最後みたいな、うん、でまあちょっと遅くて申し訳ないなと思いつつ、おそば頼んで、で、分かりましたって言って、そば作ってきてたんですけど、そのままホース置いてブラシ置いて、でザルそばこうそれ以降そこに行かなくなったってことですか。ずっと行けなくなっちゃったんです、それで。そうか、まあ、それが辞めた理由でした。まあ最後だったからね。まあそうですね、そういう理由じゃないか。なるほど、はい、分かりますよ。お店に行かなくなる理由っていうのもいろいろありますよね、はい、ありがとうございます。さあさあさあ、そんな論説委員長橋本さんと一緒に取り上げます今日の静岡トピックスはこちらです。2022年度の県内の観光宿泊施設などの集客数にあたる観光交流客数は1億2482万人で、前年度比 29.9% 増加したことが県の調査で分かった。コロナ禍前の2019年度と比べると 84.8% まで回復し、3年ぶりに1億人を超えた。さあ、今日は観光ですね。まあ当然コロナ前に戻ってもらわなきゃ困るという状況ですけども、まあ、徐々に戻りつつあるということでいいんですかね。そうですね、最近こういう感じ の記事が結構目についたものですから、ちょっと取り上げてみました、はい、5月に新型コロナの感染症法上の位置づけが5類に移行して、うん、まあ、行動宣言がなくなったということで観光地に活気が戻ってきたというお話です、うん、はい、でそれ以前の22年度、まあ、5類に移行するするのが5月ですから、はい、それより前の段階の22年度ですけれども、まあ、その時点ですでにコロナ禍前の8割超ぐらいまでは、観光客が回復していたってことが、まあ、数字で示されたということだと思います。うん、旅行消費額が、前年お金の方ですね、はい、前年度比で 34.6% 増の6800億円、うん、から、19年度比では、96.4% まで、まあ8割ぐらいまでお客さんが戻って、うん、お金は、9割以上ということなんで、そこは差は何かなということなんですけど、まあ、宿泊費の補助などがあって観光活性化策をやってましたので、はいはいはい、まあ、そういうことで上乗せになったんじゃないかということだそうです。まあ、僕も夏いろんなところ行きましたけども、はい、まあ、観光客が戻ってきてるなっていうのをすごく感じましたけどもね。そうですね、うん、地域経済にも大きなインパクトがになってるんじゃないかなというふうに思います。はい、コロナ前と比べてっていうところですかね。そうですね、うん、まあ、コロナ前に戻もうちょっとで戻りつつあるという、はい、状況なんですけども、うん、まあ、そのまだ戻ってない要因の一つっていうのが、まあ、中国人の観光客の皆さんのじゃないかと思います。ほう、まあ、コロナ禍前っていうのは中国人が県内の外国人宿泊客の7割を占めてたということなんですけども、7割、はい、
で、あのただ中国はあの長くゼロコロナ政策やってて、あの、うん、国外に人がこう出ていかないという状況ありましたよね、で、まあ、それが22年の12月に終わって転換して、うん、それから、それ、日本への団体、旅行の解禁というのもまだしばらくしてなかったので、 そうですね、それがこの間の8月の上旬になったということで、中国から日本に来れるのが8月解禁になったと。そうですね、いうことで、なので22年度の数字というのにはその中国人の皆さんの、数字というのが載ってませんので。ああ、そうか、はい、だからそれがこれから載ってくると、うん、いよいよコロナ禍前に回復した、うん、あるいは、まあ、コロナ、もしかしたらコロナ禍前よりも、うんうんうん、もっと大勢の皆さんがあの国内にという、あの海外からということになるかもしれませんね、うん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 、そして静岡空港も中国上海便が再開ですか。そうですね、なんか先月末にあの県が発表したところによると、運休の続いてたあの、静岡空港の中国上海便、今月の24日に再開されるというようです。これもかなり久しぶりですね。3年7ヶ月ぶり、3年7ヶ月ぶりに中国上海便が、はいはい、一足早くにあのソウル便が、今年の3月に再開しているようなんですけども、まあ、まだあの、毎日運行してたものが週2回とかまだあのフルじゃないですけども、はいはい、あのまあ、徐々に戻りつつあるという、まあ、あの中国での、団体旅行の解禁によって、需要が見込めるという判断をしたということじゃないかと思います。なので、まあ、中国人観光客がまた観光に来てくれるとコロナ禍前に戻るんじゃないかというところですね。そうですね、ただあの中国の観光客についてはあの、まあ、懸念事項というのもあって、懸念、はい、うん、まあ、あのご存知だと思いますけど、一つあの東京電力、はい、福島第一原発の処理水の放出の影響というのがあります。うーん、まあ、中国国内での その対日感情というのが悪化していて、いたずら電話問題なんてありましたね。そうですね、で実際8月 の初めにあの、団体旅行あの解禁されましたけども、まあ、キャンセルが相次いだというような話も報じられてますので、まあ、そのことが一つ、まあ、あの処理水の問題というのは一つはあの中国が、うん、まあ、あの今、日米と中国ということであの関係が悪くなってます、うん、あの特に台湾問題などによって、なのでその対立する日本政府への外交カードとして使っているというあの側面がありますので、そういうことか。なのであの中国政府がこれからそれを緩めていくのか、 あるいはそのやっぱり強硬な姿勢を貫いていくのかということによってもあの中国の皆さんが日本にやってくるかどうかというのがあのちょっと変わってくるんじゃないかと思います。そうなんですね、そういう外交カードとして利用している可能性もあるということですね、はいはい、まだまだ中国に懸念もある。そうですね、うん、もう一つがですね、あの中国の経済の先行き不透明感というのが強まってまして、中国経済、はい、あのゼロコロナ、コロナ政策が終わって経済回そうというふうに転換してんです、したんですけれども、まだ思うようには回復してないということです。で特にあの、うん、中国の GDP の4分の1を占めると言われている不動産、市場ですけども、うん、が低迷してまして、中国バブル崩壊なんてね、はい、あの言ってますね、聞いたことあるかもしれませんが、中国の不動産大手の、うん、中国恒大集団とか、はい、碧桂園、まあ、カントリーガーデンというカントリーガーデン英語名がついてるみたいですけども、うん、あのその会社が経営が行き詰まって、うん、アメリカで破産法の申請をしたりとかっていうようなこともありますので、うん、まあ、あのちょっと経済がどうなのかなと、それとあと、うん、若者の失業率も非常に高いと、うん、いうことで、最近 それをめぐって、まあ、政府への批判みたいな、まあ、中国ってなかなかそういうことを表立って言えないところですみたいですけれども、あのそういう批判も出始めているということで、まあ、そういうその、うん、不満解消みたいなことで、あのいやこう止めていた日本への、団体旅行も解禁したっていう説もある。あ、そうなんですね、はい、そういう説もあると、はあ、中国経済がの行き先がちょっと不透明だからこそ、これからじゃあ日本に来るってことも分かんないってことですね。そうですね、あの景気後退であの、うん、財布の暇が固くなってますんで、あのまあ旅行に行くのにお金かかりますからね、それをあのやめたりとか、うん、まあ、例えば期間を短くしたりとかっていうこともあるかもしれませんし、まあ、あの中国ってあの、ハイテクとかもあのたくさんあの企業があって、あの、まあ、
技術力もあると思うんですけれども、それもあの米中対立で、はい、なかなか思うように伸びないという状況なんで、不動産ダメだからじゃあ入っていくねというふうにもならないと。じゃあ本当にこう2018年とか17年ぐらいのたくさん団体できて家電量販店で爆買いしててみたいなのは、そうですね、まだないかもということですね。そうですね、もうあの中国人の皆さん戻ったとしても、前みたいにその爆買いしてくれるかっていうとちょっとどうかなというところだと分からないということですね、はい。県内の今年上半期の宿泊客、はい、も出てますね、静岡新聞で。その先ほどもあの、ね、ご紹介した記事のすぐ、後にあの出てきたんですけども、前年同期に比べて 20% その宿泊客上半期ですね、1月から6月までです、はい、増加したとい う記事もありました、このうち日本人の宿泊客が900万人弱、前年同期で 15% だと。外国人は、まあ、すごいんですけど12倍つっても、まあ全体としてはあのまだあれが、マスが小さいんで 40万人ぐらいだそうですけれども、まあ、19年度比だとまだ、65% ということなので、まあ、これからその、中国からの、お客さんが回復することによってこれもあの近づいている可能性があるんですけど、先ほど申し上げたような理由で期待通りに行くかどうかはちょっとわからない、なんか僕期待しなくていいんじゃないですかねあまり、まあ、そこの中国観光客頼みだと。そうですね、まあ、その政治的な問題もありますし、最近よく言われるのがオーバーツーリズムって言って、はい、たくさんお客さん来ることによって、うん、その観光地がちょっと、いろいろ不都合というか、まあ、被害を被ったりということもありますんで、まあ、あまり、そこを中国というのもどうかとは思うんですけれども、ただそうは言ってもあの近くの、まあ、隣国ですし、中国の皆さんも日本を旅行がすごい好きっていうこともありますので、いいあの思い出を持って帰ってもらう分にはいいと思うんですね。なので、まあ、そこはちょっと、政治の状況とか経済の状況とか見ながら、まあ、来ていただけるんでしたら歓待して、いい思い出を持って帰ってもらうっていう、そういう、まあ、あの日本の観光業をの努力も大切かなというふうに思いますけど。そうですね、はい。まあ、一方円安の影響もあって海外旅行よりもやっぱ国内みんな楽しむっていう流れも結構できてるっていうふうに伺いましたけども、 それはすごくいいですよね。そうですね、あの日本国内 で、まあ、あので国内といってもあの結構、遠くに足を運んだりとかも、いらっしゃいますんで、あの経済という面ではいいと思います。ただあの物価がすごく高くなってますので、なかなかあの宿泊費もそうです、ね、高くなったりしてちょっと負担は大きくなってるのかなというふうに思いますけども、観光業これからこんな前のように戻るには、まあ、当然ですけども中国の力大事ですけども、これは世界経済世界情勢見ていかないとというところです ね、 そうですね。ありがとうございました。今日も勉強になりました、はい、というわけで火曜日の先生は静岡新聞論説委員長橋本和幸さんでした。今回のこの内容ですけども、ニュースアプリキコットでも聞くことができます。そして Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストに今回を含めて今までのアーカイブが上がっております。ちょっとした隙間時間に聞いて少しだけ静岡ニュース詳しくなっていきましょう。番組 SNS にリンクも貼ってありますからチェックしてみてください。今日の勉強はこれでおしまい。